長塚節4月3日から1915年2月8日は、歌人、小説家。有志比の長塚節1879年4月3日、茨城県岡田郡、国章村の豪農の家に生まれた。1893年4月、茨城中学校に、主席で入学し、4年進級までしたが、脳神経衰弱を発症して、学業継続困難となる。 管理ついばらき市販学校卒業。教理に戻って、自然に親しみ読書する生活を送りながら、療養に努める中で、様々な文学への関心を高めていった。19歳の時、家で講読していた、新聞、日本に連載された、正岡式の歌読みにあたうる書を読み、その写生説に激しく共感。21歳になると、式の元を直接尋ね、入門。 あららぎの相関に携わることになる。四季の下ではもっぱら万葉の短歌の研究と作家に、励んだが、四季の没後もその方向性を違えず、写生主義を継承した作風を発展させた。そのため、四季門人の間で、節こそが、正岡四季の英風の正当な後継者であるとの、評価が生まれた。長塚は、伊藤幸夫と修正に渡り、 進行を続けたが、一方で、荒ぎの総監にあたり編集を担った伊藤と対立。財務編集担当であった、わらびし一郎に対し、伊藤の姿勢に不満を漏らす長文の手紙を送りつけている。このため、伊藤の再三の要求にもかかわらず、長塚は荒ぎに作品を発表することは、ほとんどなく、1913年に伊藤が死去した後の1914年にようやく、 針のごとくの和歌232種の連作を発表している。三文の執筆を手掛け、写生文を筆頭に数々の小説をほととぎすに寄稿。さらには当時の農村を写実的に描写した、同東京朝日新聞に連載。これは農民文学の先駆けとなる重要な作品と評価され、彼の代表作となった。長塚説政教の地球修大学。 前田市キャンパス1911年8月頃から、喉の痛みを周囲に訴えるようになり、東京明治路大の小布施新三郎系、養子縁組した、実定淳次郎を頼って上京、オブセ邸に滞在しながら、東京の名医と言われる以下をいくつも回って、診察を仰ぐも、高頭結核でこのままでは、余命1年か1年半と言われる。12月、東京の根岸養生上院に入院し、 手術を受ける。1912年3月、九州帝国大学医学部に、自備院工科学の名医の久保井の吉博士がいるとの、評判を聞き、博士の治療を受けるために、治療を続けながら、九州への長旅に出発する。当時、京都医科大学病院に入院し、手術を受ける。その後9月まで九州を旅行、久保博士の診察治療を受け、病状は、 一旦収まる。1913年12月、高等結核再発、東京神田の金沢医院に入院、手術を受ける。1914年3月、東京神田西基町の橋田医院に入院。6月から9月まで治療を受けながら、宮崎県鎮田尾へ旅行に出る。1915年1月、九州帝国大学附属病院隔離病棟に入院。 2月7日より、昏睡状態となり、2月8日、同病院にて没した。去年満35。翌日、総福寺で、ダビに付された後、遺骨は、東京に運ばれ、東京明治路大のセ伏せで通屋が営まれた。葬儀は3月14日に、郷里にて取り行われ、共同墓地に埋葬された。改名は、建設院、修学義文工事。 上層市の旧石毛町地区には、旅姿の不死像が3カ所に建てられている。また、上層市国政には、聖果があり、茨城県文化財に指定されている。現在、上層市では、不死の文業を検証し、短編小説、短歌、俳句の3部門について、長塚説文学賞を設けて、毎年表彰している。下妻市出身の俳優、渡辺厚史は親戚である。 上層市地域交流センターの6階に長塚節記念館が開設されている。幸をこきおろす長塚府市茨城で手紙が見つかる、朝日新聞昭和49年10月3日、夕刊、三版八面現在の日本女子大学附属豊明小学校の敷地が、小伏世庭跡地。岩井博史、作家の臨終、母肘店235ページ4階建ての休暇。 母と離れて育つ朝日新聞デジタル2014年9月30日配信ありがとうございます。